この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。この時間は神戸対鳥栖、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。433のシステムですが、どうご覧になりますか。今は変わりましたけど、昔はオランダサッカーの代名詞的なシステムでしたよね。そうですね。基本トップがワイドに開くことによって中央にバイタルが作りやすくなりますよね、うん、そこにボランチを起点として積極的にトライアングルを作っていく形が理想ですよね。いわゆるアンカーと呼ばれているポジションですよね。そうですね、この場合はアンカーですよね。ボランチは中盤の底から起点になってビルドアップしていく攻撃型とひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型がありますけども、そのバランスを考えて引っ張っていけるかがポイントでしょうね。ファーストハーフキックオフです。神戸対鳥栖、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドを紹介します。右から左に鳥栖、そして左にエンドを取ります。神戸シュート、飛んでいった、ルーズボール、ボールを追っていく古橋、ここで前を向けるか、うっさ、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。トス、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ここで受ける、ウエンカ、果敢な飛び出しでしたね。いや、このタイミングっていう時に抜けましたからね、良かったんじゃないでしょうかね。この繰り返しが大事ですよね。この柔らかいパス、ここはすぐ奪い返します。神戸、ウエンカ、フェルナンド・トーレス、コーナーキック、さあ一人で持っていく、出ましたね、ビザに当たる、どこかは合わせたかったですよね。大きく縦へ、縦へのボール、ホーム立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。積極的に攻め込んでいる分少し攻勢に見えますけども、うん、両チームともグイグイ来てますから、いつ点が入ってもおかしくないような状態ですよね、はい、素晴らしいグランダー製のシュート、このピンチよく防ぎました。金崎、ルーズボールになります。ふわっと裏を狙う西、ここはカットします。長いボール縦へ、金崎、サイドを使います、さあ左サイドへ、裏へ届くか、
藤田、激しいボールの奪い合い、トス媒介します。イニエスタ。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。スルーパスを出す、フェルナンド・トーレス、ここは奪います。裏を狙っていきます。いいボールだ。シュート。神戸完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、奪ってからすごい攻撃ですよね、うん、ゴールを目指すというね、はい、そういった意思を感じられますよね。神戸今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるです。打っていった。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。トス、相手カウンターをしのぎましたが気をつけたい場面でしたね。今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね。大きなピンチから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。金崎、ゴーレス、さあ右へ預けて、裏へのスルーパス、もうこれいいでしょ、いけるか、上げる、ミス、インターセプト。ポドルスキ、ポドルスキからビージャー、スペースへ出す、どこに出してくる、どうだこのシュート、キーパーこぼれた、おっと、先制、神戸先制ゴールが決まりました。1対0、1点先制しましたけど安心はできないですよね、はい、当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。スルーパス、この位置でボールを受けます。さあシュートに行くのか、あっと危ない、わずかに右へそれました。トス、チャンスを迎えたシーンがありました。高橋、さあ左へ預けて、ここも固い守りでボールを奪います。神戸スルーパスを出す、ホドルスキに渡る、足もシュート、キーパーか、怒涛の追加点。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。ここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。しかしこの追加点驚きましたね。このまま終了した雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだ知ってる同性ですからね、後半期待したいですね。神戸対トス、
神戸2対0とリードして後半へと向かいます。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。イニエスタへ、このボールに触ります。高橋、藤田、裏のスペースへ抜けてくる、ルーズボール、藤田、裏のスペースを狙う、おっと、いいボールでしょ、トス、ここでファウルをもらいます。さあセットプレー、直接狙うにはちょっと厳しいか、おっと、どうする、シュート、長いボールを送ります。裏を狙っていきます、自分で行く、さあ左へ預けて、さあここでカウンター、西、ここは対応します。フェルナンド・トーレス、神戸、ここもしっかりディフェンスしました。さあカウンターのチャンスになります。ボールのところのパス、神戸、これは奪い返します。イニエスタ、イニエスタからアーチのようなパス、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。神戸としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいでしょうね。縦へのボール、トス、先ほどから守備のブロックが中央で固まっているという印象ですが、いかがですか、北澤さん。そうですね、攻撃をクロスに絞らせてるんでしょうね。センターバックの選手がサイドに積み出されたときから、シュート、さあ繋がるか、オドルスキ、サイドを使う、スペースにいいボール出たんですけどね。山口、ボールを下げてリズムを作るか、大崎、長いサイドチェンジ、オドルスキ、これはファウルではありませんでした。さあ左サイドへ、また中央へ、チャンスを演出できるか、少しルーズになる、さあ一気にカウンター、さあ持っていく、抜きに行くか、ルーズボールになる、来たか、シュート、いや追加点、これで3ゴール差になります。これはちょっとキーパー反応遅れてしまいましたね。いいシュートでしたね。見ているこっちも気持ちよかったですからね。矢のようなこういうシュートでしたよね。ビージャ、今日2点目のゴールです。トス、ここでベンチが動きます。同時に2人の選手が入れ替わります。現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。決められなかったか、中央、最後はちょっと焦りましたがね、ちょっとシュートのコントロールが足りませんでしたね。ホトルス、今のチャンスはものにすることができませんでした。このボールはつながりません。大きく縦へ、さあカウンター、スピードを上げたいところ、これはチャンスだ、あーこれファー、取らないですか、レフリー、山口、さあ左へ預けてスルーパスを出す、抜けた、ここにフェルナンド・トーレス、来た、シュート、ゲット、あと2点というところまで来ました。いやー、よく詰めていましたね。
まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたのでここからいい形で試合に入っていけるんですよね。流れを変える1点となるんでしょうか。ポドルスキへのボール、さあフラッグは上がっていません。一旦前を取る、おさまっシュート拾いたい、引いたところ仕掛けるか、アーチのようなパス、リザに渡る、抜けてくる、シュート、ゲット。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。これはもう相手チームがどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。ここで笛です。4対1、神戸敵を全く寄せつけない強さで勝利しました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。神戸としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。